はいいじゃあよろししくお願いします、えー、今回は数3の定積分で表された関数丸4最大最小編をお送りしますでこのシリーズもね今回が最後です次回からは区分求積やっていきますで最後はこの2問はやりますのでまず1回ね動画止めていただいて是非チャレンジしてみてくださいでやってもらった後に分かんなかったり不安な問題があれば今からね自分が全部全部じゃない2問だ解いていきますので聞いてもらえたらと思いますいいかな では早速ねまず1番からやっていきますのでどうぞよろしくお願いしますよしじゃあいきましょう相変わらずねちょっと喉の調子が悪いんですけどお付き合いくださいでまず今回の2問に関しては、えー、と計算ミスは結構発生しやすいんですけど実はそんなに難しくないですなぜかっていうと結局はここに載ってる積分を計算してまとめてで最小値求める、まあ、最小値はね今までみんなたくさん求めてきてるから それと同じことをするだけです。だから、ここに書いてある積分を正確にちゃんとできるかっていうところが勝負になります。なんでやっていきましょう。で、まず1番は、これ何か技使うかっていうと、特に使わずに普通に2乗します。二2乗すると、まず e の t の2乗になるから、インテグラル忘れやした。させん。えー、0から1の e の t 乗を2乗すると e の 2t 乗ね。 でえっと、2かけるこれとこれくっつけるから、えー、-2xte の t 順にしようかでプラス後ろを2乗すると x2 乗乗 t の2乗と、まあ、これは普通に2乗でね、えー、計算しただけでございます。で今インテグラルっていうのはもう当然ねこことこことここ3か所に分けることができ,できるので1個数分けて計算していきます。 で一気に書いてもいいんですけどちょっと,、えー、と見やすいかなと思いますんで番号をつけて分けていきますここ1番ね、えー、ここ2番でここ3番にしましょうでまず1番は簡単ですねこれのインテグラルなので、えー、1番四角にしたらよかったな四角にしちゃおう <laughs> これねすると e の 2t 乗は、まあ、基本的に変わらないんですが2がくっついてる t 乗になっているので 2t 乗になっているので えー、2分の1を余計につけましょうとで,0から1で入れると,、えー、と入れると分のいいの乗0を入れると E の2乗引く0入れると E の0乗は1だからねだからこうなりますこれはまず1番のところですね、えー、こっそりこっそりつっても、まあ、みんな見てから全然こっそりではないんだけど直しとくわ四角にするね12 でえー、っとまあ面倒くさいのは2番ですね2番でここでちょっとポイントなのが今この積分って DT ですよねってことは T に関する積分をしてますだからもちろん T とか E の T 乗ってのは積分がかかるんですけど X は今関係ないんですよだから部外者なので前に出すことができますなので2番はまず2 x が前に出ておくの関係ないからで インテグラル0からのの T の ET 乗これを積分していくとでこれどうするかっていうとかけた形になってるね部分積分使おうって考えるからこの e の t 乗はそのまま e の t 乗を積分したものじゃ微分したものと一緒だからこうやって用意してで部分積分やっていきます。2x はまあ置いといてまず全部そのまま。 T T もも E の T 乗もその乗そまんまで01を入れるとで引くことのこの子微分してこの子そのまんまだから E の T 乗が残りますよね。で本当は書くべきなんですけどちょっと省略して変わんないからね E の T 乗をそのまま積分するとこうなりますと。で中がねちょっと頑張ろうかまず1入れると 1×E の T 乗だから E か。で0を入れた時は関係ないね0になっちゃうから OK。 引くこ,とのこっちですこっちが e く1か e く1とこうなるなのでこの中括弧の中身が1しか残らないんだよね e が消えるからつまり2番計算すると 2x しか残りません2 x る全体が1だからねで3番ですえー、っと番称まだね結構使うからねで3番に関しても同じです x 乗は部外者なので前に出てきます つまり x 二乗をインテグラル0から1の t の2乗だけ残ってる。だから x2 乗前出てきて t の2乗って積分すると3分の 1t の3乗ですよね。だからこうなります。で1入れれば3分の10入れたら0だからね。だから結局3分の1だけが残るので3分の 1x2 乗と。 これでパーツ全部計算が終わりましたなので戻ります fx これね全部戻すとまず1番がえー、っと1 2分の 1e の2乗マイナス1で2番がえー、っと 2x にマイナスがねくっついてるんでマイナス 2x3 番がそのまま3分の 1x2 乗こうなりますいいかな で今ちょっと順番がこれ、x、の関数だからね積分は t の t に関して積分しましたけどこれは fx だから x が主役になりますなのでね x2 乗から並び替えた方がきれいでしょう分かりやすいしね最初から書けよっていうね3分の 1x2 乗マイナス 2x プラス2分の1中括弧、えー、e の2乗マイナス1か中括弧じゃないや括弧ね で、どうするかっていうと、これが頑張った結果、こうやってまとまりました。じゃあ、最小値を求めために何するかっていうと、平方完成ですよね。平方完成して普通に計算していきます。まあ、いいとかありますけど、気にしません。ルールは一緒なんで。で、これ平方完成すると、まず3分の1を前に出します。そうすると、まあ、ちょっとこれは、えっと、詳しくやらずに暗算系でいきますね。3分の1出したことによって、ここがマイナス6になる。マイナス6の半分にするから x、x マイナス3の2乗と、括弧なんかが決まります。 であと引きますよね引くものはこいつを2乗するだからス3の2乗だから99にこれをかけて引くんだよいいね9にだからまあ3分の1かけるから3になってそれを引くからス3でこいつが残りますでちょっと展開してあと開いちゃいましょうか二分の 1e の2乗ス二分の一とス3がいるからくっつけるとス二分の七とこうなります 平方完成終わりましたね。ってことは x が <coughs> ごめん x が3の時に最小値これが正解、えっと答えになるからと書きましょう。X、イコール =3 の時最小値が、まあ、まとめてもいいですけどねこれはここまでいきましょう。分、e、のの 1E 2乗マイナス分のもしくはね2分の1でくぐって2分の1括弧いいのねいい、e、の2乗マイナス7かでも OK でございます。よいしょこれが答えとなります。まあ見てわかるように計算量はねなかなか多いですけど何でもよくやってること普段の積分だからね積分今までやってきた積分やってであとは平方完成していつも通り最小値求めるという流れ。で2番もやっていきたいと。 いきましょう。まあ二番はね、サインがいるんだよね、こいつね。<laughs> まず二乗していくと、ちょっとまあ、FX で置いてないんだよね。そのままいくか。ゼ、え、ロ、ー、から二分の π の、えー、サイン二乗 x マイナス二 kx サイン x。これ二乗の公式で、ね、ただのね。プラス k の二乗 x の二乗 dx と。 ね、これはね、x に関するのはまだパーツ分けてやっていくんですけど、今問題が、積分こいつ、まあこいつね、の値を最小にする実数形、まだ、あ、最小にする形をまあ同じように求めていくんですけど、その時の積分値っていうのは値のことなので、結局最小の時の値でしょ。だから最小値出せって言ってるからね、これね、積分値っていうのは。で、えー、っと、まあ一応引き引きときましょうか。1番と、これが長いね、ここね。2番と、 三番で分けていきます。じゃあまずサイン二乗 x ですね。サイン二乗 x の積分、まあたくさんやってきましたね。サイン二乗は二倍角の公式を使うと二分の一マイナスコサイン二 x です。そうやって置き換えます。これこのまま同じねサイン二乗。これと同じだから置き換えて二分の一前に出しましょう。で、インテグラル二分の一出したんで上の部分ね一引くコサイン二 x を積分すると。 すみませんねちょっとねあの板書のかけ口説明多くなってます。一を積分すると x でマイナスコサインは積分するとマイナスがまずプラスに変わってあ変わんなかった変わんねえよぶねえマイナスで二分の一を余計に出しつつえサイン二 x こうですねでえっ、ー、とゼロから二分の π とでえー、っと二分の π 入れるとここがまずサイン π なんですよね。 サイン π って0だし0入れたサイン0も0なのでこの中身計算すると2分の π しか残んないんですよねつまり結局まあこの2分の1とかけることで4分の π となりますかなり綺麗になるのがすごいありがたいねで2番です2番はこいつの積分していくんですが今 x に関する積分なので 2k はと余計なものだから前に出します出すで えインテグラル0から2分のの x, sin x まあこれもねえ部分積分なので sin、x、を −cos、x、を微分したものと見て部分積分やっていきましょうそうすると 2K 中括弧まずは全部をそのまんまぶち込む x と −cos x ね入れて0分のあこれ0から2分の π。 で、引くことの、こいつ微分でこいつそのまんま。だからマイナス cosx が残りますね。微分して1になるから。で、マイナス cosx のマイナスちょっとこっち持ってきて、プラスにしちゃいましょう。で、cosx を積分するから、sinx を0から2分の π でかければいいと。こうですね。はい。あ、右入りそうだね。ちょっと行こうか。で、えー、2k。括弧。 2分の入れますまず入れると2分の πcos2 分の π は1なので cos9 あ違う違う違うコサイン2分の π0 だから0引く0あこの0か両方0だねでこっちが sin2、えー、分の π が1なんで1引く sin0 は0だから0かけこの中にも1なんだねってことは 2k か残るの合ってるわ合ってる <laughs> できてたわこれ K だ、ね、で OK でございます。で最後の3番は K2 乗ねさっきの、えー、と, X 乗と同じで余計なもんなんで前に出します。K2 乗が前に出て X 乗が残ってるから <coughs> 積分すると3分の1になって0から2分の π とこうなる。で入れると。 えっと0はいいわね2分の π が8分の π3 乗だからえっ、ー、とこれこれでっけえな8二2 4か24分の π3 乗 k の2乗とはいこうなりました、まあ、割とシンプルですよねなのでえっ、ー、と与えられた最初に戻りますよしきですね与えられた式は えっと、K のこれは今、K のえと関数と見るので、実数計求めたいからね。だから、K2 乗を最初に持ってきましょう。3乗、えー、K の2乗で、プラス 2K で、プラス4分の、はこういう、あ、待って、マイナスとかあったな。これ、待った。<laughs> これ、プラスで、2番がマイナスでプラスだから、ごめん、ここがマイナスだね。危ない。こうですね。ここが、マイナスが効いてますね。 さあ、これをね、平方完成します。まあまあ、慣れてればね、まあどうってことないんですけど、行きましょう。まず、K2 乗にくっついてる十二24分の π3 乗が邪魔なので、くくります。さっきで言う3分の1を出すのと同じですね。で、くくると、こいつの逆数が、ここの K にくっつきます。結局ね。やってることは。だから、K の部分が今、逆数くっつくから、π の3乗分の ここにもともといる2とくっついて48ってマイナスか。これが今 K にくっついてる。で、こいつの半分をここに書く必要があるから、K マイナスあいつの半分だから、π3 乗分の24。これの2乗とこうなります。で、余計に引くもの、ここね。平方完成で後ろで余計に引くものは、こいつの2乗をしてこいつをかけて引きます。 こいつの2乗をしてこいつをかけるんだけど結局 π の3乗も2乗も1回約分するのと同じだから残るのが π の3乗分の24なんだよね引くのが。でもともといたプラス4分の π と。ほいほい <laughs> すげえ値だよね π3 乗分の24とかなかなか見ないわ。 で、平方完成は終わったので、結局、最小にするときの実数、k はここね、k イコール π 乗分の24のときに、最小値、まあ、積分値はね、最小値求めろと同じだから、今は。ここが最小になるから、あとは答えを書きたい。あ書けるじゃん。でも、あなた、ちょっと消えといて。多分早送りしまし見にくいからね。なので、えーと、x ではなくて、k イコール π 乗分の 二十四の時に、まあ積分式だけど、まあこれ最小値でいいかな。最小値、まあこっちだけに書くかプラスだし、四分の π、えー、マイナス π 三乗分の二十四と、これが答えになります。合ってっかな。 大丈夫ね。OK、でございい、ます。はい、なかなかね計算量ありましたちょっと時間長くなっちゃったけどお付き合いいただきありがとうございましたなのでつかんだにね復習をしていくと、まあ、このタイプの問題は普通にここに載ってる布石も,もやってきますもう丁寧に計算していくこれ丁寧にね計算していって上は x の関数なので x についてまとめて平方完成下は k に関する。 ものなので K についてまとめて平方完成していくと今までやっていた今回は最小値だけでしたけど最小値とか最大値を求める普通の今まで通りの求め方の問題になりますのでこんな感じでやってみてください。では今回はね数3の定積分で表された関数 ○4 最大最小編をお送りしましたで次回からはね最初にも言いましたが区分給積法をやっていきますその動画が多分2本かな続くや感じになりますのでよかったらそちらの方も見てみてください では今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。